叶って欲しくない夢。これは俺がとあることで取り返しのつかない体質になってしまった話。なお、現在進行形の話なのでオチはないし、救いもない。中学生の頃って、誰にだってあるよな。超人願望みたいなのが。実は自分はめちゃくちゃ強くて、テロリストやチンピラをコテンパンにやっつける、みたいな。俺の場合はそれがさらに痛くて、その願望が心霊とかオカルトの方向に向いていた。当時ハマっていた漫画の影響が大きかったと思う。見えざる者を相手に人知れず街を守る謎の呪術師。みたいないかにも中二病全開の設定に憧れた。そんな俺はある時、書店で一冊の本を見つけた。署名は割愛するがその本の表紙にはデカデカと、引き寄せの法則と書かれていた。随分前の話だ。今考えるとあれが引き寄せの法則ブームの走りみたいな本だったんだな。興味が湧いたのでその場でちらっと立ち読みしたわけだが、分厚い本だったし当然すべては読めない。帰宅してそれ関連のブログなんかを漁ってみたわけだが、当時中学生の俺はその内容に感激した。引き寄せの法則とはかいつまんで説明するとこうだ。まずもって思考は現実化する。望む望まないに関わらず、強い感情と信念を持って思考したことは現実化する。実現するまでには相応の時間がかかる。信念や感情の強弱により実現するスピードは異なり、望んでも信じなければそのスピードはひどく遅いものとなり、実際には実現しないと言える。この法則は宇宙のすべてを支配している。何人たりともこの法則から外れることはできない。というもの。つまり、大多数の人間は異性にモテたいと考えるわけだが、これを引き寄せ的に考えると、モテたいとどれだけ強く願ったところで、自分はモテるという強い信念がないとダメ。逆に、結局自分はモテないと考えてしまうから期待通りの現実が引き寄せられる、ということ。もちろん当時の知識で思い出しながら書いているから間違っていたら申し訳ない。当時の俺はこれを活用しない手はないと思ったね。俺の願いは今日から全て叶うんだと。普通はまずは大金持ちになりたいとかって願うところだけど、そこは中二のガキ。霊感、圧倒的な霊感が欲しいって願った。霊や妖怪が見えさえすれば俺も活躍できる、そう思ったんだな。そしたら修行、修行、ひたすら修行して強くなって、そしたら憧れのダークヒーローの誕生だ。俺は生涯をかけて悪鬼悪霊と死闘を繰り広げることになる。俺は来る日も来る日も願った。願いに対する信念を強化するために、ネットに溢れる霊感をつける方法を片っ端から行った。まあそんなことをしつつも結局は中学生だから、次第に興味は他の楽しいことに移り始め、引き寄せの法則なんて忘れかけていたある日、同級生の女の子が言うんだよね。〇〇くん、犬触ってきた？変なもの食べた？って。その時は、は？何言ってんだよふざけんなっつって、大いに傷ついた思春期の俺は、歯磨き粉を高級なのに変えて、風呂では毎日皮膚が擦りきれんばかりの勢いで擦りまくった。幸い他の奴には臭いなんて言われたことなかったからすぐに元の生活に戻ったけどね。その頃からだ。妙な視線を感じるようになった。特に一人でいる時が多かった。自室、通学中、風呂、あらゆるところで感じるその視線は、次第に強く、そしてそれは時折刺すようなものに変わっていった。そしてついにその視線の主と相対することになる。夜の踏切のその向こう、一人の女が見えた。体型とか服装とかからして40前後に思えた。踏切を待っている時って、特別な理由がなければ正面、つまり自分の進行方向を向いて遮断機が上がるのを待つよな。来る電車を見てようが携帯を見てようが、体は正面を向いている。でもその女はどうもそうじゃない。斜めの方向に体を向けて、
スカートから伸びる足は若干が二股気味にだらしなく曲がり開いていた。腕はだらんと垂れ下がり、ひどい猫背、口を半開きにして斜め方向をただ見ていた。その時は、もしかしてこれが噂に聞く中毒者ってやつかとも思ったが、すぐに違うと気づいた。気がつくとその女、こっちを見てたんだ。半開きの真っ黒な口、そして真っ黒な目。俺はすぐにキビスを返してその場を立ち去った。逃げ去るには十分な理由だ。俺はただ単に様子がおかしい女とたまたま偶然目が合ったのか。それともあれは本当に。確信が持てないまま帰宅した俺は風呂に浸かり、うつむいてあの女のことを反芻していた。すると四角の端、湯船の縁をつかむ人の手が見えた。右手だ。位置関係を考えると、ちょうど俺の右耳のすぐそばに、その右手の主の顔があることになる。見れない。絶対にこれは見れない。心臓は吐き切れんばかりに脈打ち、全身の血が逆流するような浮遊感が続く。あはははは。風呂の外から家族の笑い声が聞こえた。その瞬間、視界の隅の右手は消えていた。恐る恐る顔を上げるが、そこには誰もいなかった。踏切のあの女がついてきたんだと思った。同時に匂いに気づく。獣臭いような生臭いようなひどい匂い。口臭だ。俺の口臭。あの時、同級生の女子が言っていたことを思い出した。このひどい匂いは、人間が命の危機に直面した時に五臓六腑から染み出る口臭の匂いだったんだ。もちろん自分の口臭だ。女子が嗅ぎ取ったものとは匂い方が違うだろうが。引き寄せの法則なんかをこんなことに利用してしまった、自分自身の馬鹿さを呪ったよ。俺は望み、信じ、そして叶った。俺の熱望していた未来が今現れたわけだ。それからは地獄だった。いつでもあの女の影に怯え、いつでもあの臭い口臭が鼻をつく。とうとう耐えられなくなった俺は親に相談した。笑えるだろ？中二病こじらせて生きがった末に、頼るのは結局親だ。その時は精神科でも何でもぶち込まれてもしょうがない、そう思った。むしろそれを望んでいた。お前の見たものは幽霊なんかじゃない。そう力強く否定して欲しかった。もう恐怖から解放されるならどうにでもなれ、そう思っていた。後日親に付き添われて向かったのは病院ではなく、とある雑居ビルの一室だった。親には、これから会う人間のことは先生と呼べと言われた。どうもその先生は霊能者という類の人間だということは俺でも予想がついた。その先生の風貌だが、バレたら嫌なので割愛させてもらうが、年寄りではない男だった。俺は自分のしたことを笑いざらい告白するよう親に促され、先生の前で自分の黒歴史のすべてをさらけ出した。先生のリアクションは良くも悪くも極めて薄いものだった。時折腕につけた数珠のようなブレスレットをいじりながら先生はこう言った。まあ、自分で呼んだものだからね。ちょっと自分には払えないんだけども。俺が絶望したのは言うまでもない。先生の話を要約するとこうだ。霊の出自や死亡理由、この世に留まるわけなどが分かれば払うなり交渉する余地がある。相手の落ち度、望むものが明確ならばそれはたやすい。しかし今回の場合、俺が自分で望んで引き寄せたもの。いわば、接触したいものと接触したいものとのマッチングが成立している状況。お互いが望んでなった状況に対して口を挟めば角が立つ。それはここにいる誰にとっても悪手だ。だから今はどうにもできない。と。じゃあどうすれば、と問うと。うまく付き合っていくしかないね。それが嫌だと言うなら、霊を引き寄せた時と同様、霊のいない状況を引き寄せるしかないね。でもまあそれは難しいから、うまく付き合っていく。今はこれしかない。それから随分経つが、
未だに俺にはあのガニ股女がまとわりついている。まとわりつき以外の害はないのはわかっているから冷静ではいられるが、いい気分ではない。どんなに楽しいことがあっても、女を見ると現実に引き戻される。自分の引き寄せた現実に。そしていつも自分のバカさ加減を突きつけられ、改めて自覚させられる。最近ではそれ以上に困ったことが起こっている。他の例も見えるようになってきたんだ。これも俺が期待し、信じ、引き寄せた結果だ。あの女が見えるなら、他の例もいずれ見えるようになってしまうのではないか。そうに違いない。と。先生にはよくしてもらっている。相談に乗ってもらったり、寄ってくる霊対策にお守りもくれる。まあ、親がそれ相応の代金を払ってくれているのだが。来年からはバイトも兼ねて、この先生のもとで修行させてもらうことになっている。図らずも俺の夢は叶いつつある。まず見えるようになって、修行して修行して強くなって、今となってはそれから先は、絶対に叶ってほしくない夢だ。じいちゃんの式神。ついこないだのことなんだけど、入院してるうちのじいちゃんがいよいよ危ないってなってね。ある時俺だけがじいちゃんに呼び出されたんだ。頼みたいことがあるって。じいちゃんはいい歳すぎてエロ本をその辺に出しっぱなしにしちゃうようなエロじじいだから、大方コレクションの処分でも頼まれるのかと思ってたんだけど、違った。俺は若気の至りで式神を作ったことがある。本人は大真面目である。式神って、陰陽師かよ。というか式神って作れるもんなのかよ。俺が死んでもその式神は存在し続けると思う。あのリズメバカ。かっこ親父のこと。のところには行かないだろうし、それで俺によく似ているお前に着くと思う。そういうわけだからあとはよろしく。繰り返すが本人は大真面目。別にボケが進んでいるというわけでもない。俺はいわゆるタルパか何かだと思ったんだ。あのイマジナリーフレンドみたいなやつね。だとしたらじいちゃんにだけ見えて、当然俺をはじめ他の人間には見えやしない。何の問題もない。まあそういうことなんだろうと思った。しかし若気の至りというのは本当に恐ろしいな。こんな老体になってまで後を引くなんて。でもまあ興味本位で聞いてみたんだ。ねえじいちゃん、その式神ってのは何かしてくれるの？それはここでは言えない。そのうちわかる。だって、もったいぶりやがって。そしてじいちゃんが亡くなり四十九日が過ぎた頃、俺は式神の存在を確信することになる。俺の机の上に、買った覚えのないエロ本が置かれるようになったんだ。じいちゃん、なんて式神作ってんだよ。そしてあの時、よく似ているって言った意味が分かったよ。性癖のことだったんだな。